デレレわら焼きカツオの塩たたき定食です。落ちて、おいしそう。せーの。おいしそすぎやろ。絶対美味しい、絶対美味しい。しかも塩よ、塩。これはやばい。美味しいです。プリプリです。塩がめっちゃ効いてる。今塩で食べたの初めてかもしれない。愛媛県産、取れた？やっぱ愛媛といえばみかんでしょ。はい、お待たせしました。ふわふわです。じゃあいただきますね。はい。めっちゃいい人やね。どう？みかん？ふわふわ？でもめっちゃしっかりみかん。すごい。濃厚です。あいち。いいね。マジでね、美味しそうな匂いする。え、そう、めっちゃね、具が分かったよね。軽く入れた時に。あ、うまっ！うますぎ。え、最高ですよ、これ。うまい。ですね、香川県はですね、弘法大師空海さんがの聖地であるということでですね、今回は福岡に、そのゆかりのある、碑があるということでそこに行っていきたいと思うんですけど、その前に、弘法大師空海さんとは何じゃろなということで皆さんに、車の中からご説明をお届けしたいと思うんですけど、今から、昔話みたいな感じなのを読むので皆さん聞いてください。いきますよ。昔々旅の途中の弘法大師がお腹を空かせていると、川で女の人が大根を洗っていました。とてもとてもみずみずしく美味しそうな大根です。大師は丁寧に頭を下げると女の人にお願いしました。すいません、長旅で腹を空かせております。どうかその大根を一本恵んでいただけないでしょうか。すると女の人はみそぼらしい大師を鼻で笑うと、反小敷坊主がとわざと洗っていない土のついた小さな大根を大師に渡したのです。大師が戸惑っていると 女の人は冷たく言いました。その大根は土がついたまま食えるんだよ。いらないならさっさと消えな。大師は無言で頭を下げると、その大根を拾わずにそのままどっかへ行ってしまいました。小敷坊主にも少しは意地があるんだな。その後姿にあっかんべいをした女の人は再び大根を洗おうと川の方を向いたのですが、不思議なことにさっきまで流れていた川の水が一滴もなかったのです。そんなどうして、びっくりした女の人はふと足元を見てみると、足元に一枚の紙切れが落ちていました。拾い上げてみるとそこにはこう書かれてありました。土のついた大根をそのまま食べるのなら洗う水はいらんだろう、空海。それ以来この川の水は大根川が取れる頃になると干し上がっていたので、人々はこの川を大根川と呼ぶようになったそうです。というお話なんですけど、その空海さんの
火があるところに今から行ってみたいと思います。あとさっき話してた大根川もちょっと見に行っていきたいと思います、という話でした。大根川の生みの親、ダダーン。意外と厳しそうな表情をしてます。これが大根川です。ちょっとありますね、こんな感じで。すごい草がいっぱいなんですけど、ここが大根川で、水をなくしカラカラにしたと言われている川になります。こんな感じです。はい、ということでですね、今日は四国地方編を見ていただいたんですけど、現在ですね、九州地方編も出してるので、今回ったのが11件になるんですけど、あと残り36件ですね。ということで、その他の都道府県が福岡のどこで楽しめるのか、皆さんも楽しみにしていただけたらいいなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。